パジャマでございます。動画が遅くなってしまいすいません。今日もいつも通りの動画を上げようと思っていたのですが、まあね、皆さんもね知ってると思いますよ。 FIFA17 に J リーグ搭載ということで、まあ一部ではライセンスは取ったけど、まあ、FIFA17 には間に合わないんじゃないかって言われてたところ、まあ、普通に間に合って、しかもまあ J1 ね、J1 が全チーム入ってると。まあ、FIFA だったら J2、J3 ぐらい入れてくんのかなと思ったけど、まあそこは J1 だけだったと。なのにじゃない。さらに、スイタスタジアムだっけ？ガンバのニュースタジアムまで入ってるということで。まあその情報を一発目に出してきたところがですね、まあどうなのかなと。まあ新しいスタジアムまで全部入ってるよっていう、他のクラブも全部入ってるよってことなのか、まあここ一個入れときゃええやろ的なことなのかわかりませんけども、やっぱスタジアムを全部再現されてるっていうのはすごいことですからね。他のクラブも再現されてるのか、もしくは有名なとこだけ、そしてまあ J、ガンバのね、あの話題性があるからガンバの新スタジアムは入れたよってことなのか、ちょっとまあその辺はわかりませんけどもね、出てみてから、まあもしくは新しい情報が出てからのお楽しみということですけども、今作みんなどうなのかなと、今日はちょっとそういう動画です。普通にね、プレイの動画でもよかったんだけど、みんなの意見を聞きたいなと。 J が FIFA に行ったら、まあこれでウィーレに全く入らないよってことではないと思うんだよね。あの今までもプレミアリーグとかも、あの独占契約みたいな感じで、フルライセンスみたいな感じで FIFA やってたけど、まあユナイテッドとかね、個別に、ウィーレは権利を取ってたので、まあ ACL に出る、4チームとかなのかな、今作とか4チームだっけとかだけだったら使えるよとか、まあ、J が一切入らないってことではないんじゃないかと。あとは日本代表が FIFA には、まあ今まではなかったんで、その辺はどうなってんのか。まあ、FIFA では日本代表は J リーグは使えるけど、日本代表は使えないよってことなのか、まあ、ウィニングイレブンからも、FIFA に移ってウィニングイレブンから日本代表がなくなるのか。いや、それはさすがに考えにくいけども、まあ、もともと、ウィニングイレブンには入ってて、PES っていうね、ヨーロッパとかで出てる、ウィニングイレブンの、まあ、海外版には、日本代表での入ってなかったんだけど、その辺がね、どうなのか、まあ、わかりませんが、皆さんどうでしょう？ J リーグが行くと。FIFA に移るのか。まあ、これ結構大きな問題で、まあ、僕こうやって、ね、ウィニングイレブンで生活をしていくということで、ウィニングイレブンを応援していたわけですけども、まあ、いざ生活ができなくなるよっていうことになれば、FIFA もやんなきゃいけないとか。まあ、FIFA もね、別に嫌いじゃないんで、今ウィニング、もともとね、ウィニングイレブンが大好きで、まあ、ウィニングイレブン、国内では人気が、まあ、圧倒的にある、知名度も圧倒的にあるんで、まあ、ウィニングイレブンをやっていましたけども、もう FIFA、みんなが映るとか、みんながね、FIFA を見たいよってことであれば、FIFA もやっていかなきゃいけないと。ここね、いろいろ考えてたの。今日ももう夜中の3時。動画本当だったら7時とかに出すんだけど、まあ6時ぐらいから、どうしようかなって考えて、今日の動画まあ、この動画に、こういう おしゃべりの動画にしようって思ってたんだけど、まあ、わからんと。ウィーレだけやればいいのか。ちゃまウィーレやっとけってことなのか。いや、FIFA もやってくれってことなのか。いや、もう FIFA だけやってくれとか。もう死ねとか。死ねはさすがにないな。こんなに可愛いちゃまくんなんだから。まあ、その辺がね、みんながどう考えてるのか。で、一応ね、その、ツイッターとか見て回ってて、ウイレの、まあ、いわゆる有名勢とかガチ勢とか、まあ、そういう風に、2チャンネルとかでは言われてる人たちは、別に、もともとどっちも買ってたから、今作も多分どっちも買うだろうし、まあ、J リーグが映るっていうだけで FIFA をメインでやるってことはないかなっていう人が多いですね。今まで通りウィーレをとりあえず発売したら極めて、大会とかで、公式のね、大会とかがあれば出て、で、FIFA に関しては友達と遊ぶとか、まあ、暇つぶしでやったりとか、プロクラブをがっつりやったりとか、まあそれぞれですけども、まあそういう感じで、まあバランスは変わらないかなっていう人が多かったですね。まあその人たちのとかツイッターとかで見てると、まあ J リーグが好きだっていう人は、まあ、まあ偏見だけどね、全員が全員そうだとは言わないんだろうけど、エンジョイぜ。まあ楽しくウィーレがやりたいっていう人が多いから、まあその、なんて言うんだろう、その人たちが FIFA に移ったとしても、レベルが、
レベルが下がったりとかそういうことがないから、あのコミュニティのねプレイヤーのスキルが下がったりすることはないから、今まで通りその強いやつを倒したいっていう気持ちでやれるから、俺はいいか、別にウイレのままでいいかなとか、いやもう俺はもうフィファに移るっていう人もいる。でフィファに移る、まあ有名な人たちはあんまりいないけど、まあ全員が全員発言してるわけじゃないんで何とも言えませんけど、発言してる人の中にはそういう人たちがいると。でまあやっぱりこういうね YouTube チャンネルを見てるような人たちで、まあ最近ウイレ始めたよとか、まあそのウイレばっかりやってる人じゃない人って、そのいわゆるエンジョイ勢、楽しく やれたらゲームはいいよっていう人は FIFA に移るかもしれないと。そうなるとまあ人口がね、チャマ君はウイレの人口を増やしたいっていうのを活動メインのねテーマに掲げていましたので、それが FIFA に移るとなるとなかなか難しいんじゃないかなというふうに考えております。まあ正直なところ僕としてもね、ウイレやりたいけど多分ウイレをやるとは思うんだよね、メインで。で仮に動画でフィファしか上げませんって言ったところで、多分裏ではウイレやってる可能性がかなり高いんだけど、まあ、フィファをね、まあ過去作15と16で14もちょっとやったかな、やってみて、まあそれでもやっぱりウイニングイレブンの方が俺は楽しかった。でまあもちろんあのFIFA はね、やっぱ別ゲーだから全く同じサッカーゲームなんだけど、結局ね、全然違うから、まあ、勝てないっていうのもあるよね。あんまり勝ちにくい。まあ、勝率多分 FIFA だと、FIFA15 でも多分勝率 60%、50% ぐらいしかなくて、まあ、そんなに試合数やってないんだけど、多分100試合やってないのかな。まあ、そんなもんで、まあ、ウイレの方が勝てるし、まあ、なんとなく、動かすのもね、今まで通りというか、今までの経験があるんで、こうしたらこういう風に動くっていうのが、まあ、なんとなくわかるんで、思い通りに動かせる分、まあ、勝っても負けても楽しいと。で、FIFA はちょっとまだ操作に慣れてない分、思った通りに動かせなくて、まあ、勝った時もなんで今勝ったんだろうみたいな時とか、なんで負けたんだろうっていうのがあるから、まあ、それも、やっていけば多分慣れてはいくんだろうけど、まあ、その辺の違いで、結局はウイレに戻ってきちゃったと。まあ、FIFA に完全移行する気はなかったんだけど、FIFA の、まあ、楽しいゲームの方がね、それいいから、サッカーゲームであればいいっていうのがまずはメインだから。で、それで、まあ、FIFA がね、めちゃくちゃ面白かったら、ウイレから FIFA に乗り換えるっていうのは全然選択肢としてあったんだけど、まあ、過去作ではそうだったと。で、FIFA17 でエンジンが変わったっていうことで、グラフィックが向上するよってことらしいんだけど、まあ、その、FIFA17 のデモプレイというか、今現段階で出てるゲームの映像を見ると、モンタージュ、写真のデータね、顔のデータっていうのかな、写真のデータじゃないか、顔のデータが結局去年と一緒なんじゃねえかっていう人もいるわけ。まあ、有名な人とかは多分変わってるんだろうけど、レアルとかさ、バルサとか、なんかイブラの顔が去年と一緒だっていう人もいて、まあ、それを俺も詳しくは確認してないし、映像自体見てないから、多分E3 とかいうね、世界のゲームゲーム位置っていうの、最新ゲームを体験できるやつ、まあ、日本で言ったら東京ゲームショーみたいなやつで多分プレイした人の感想だから、まあ、その人が本当のことっていうか正しく見れてるかどうかも分かんないけど、まあ、それだったらグラフィックが上がったっていうのもちょっとね、結局パソコンは最新のパソコンにしたけど中に入ってんのが古い Windows みたいなことであればちょっと違う、あんまり意味がないのかな。で、あとはまあなんかゲーム開発して長年ね見てるとありがちなのが、その FIFA はね新しいエンジンの、まあ優秀なエンジンなんですけど、優秀すぎてグラフィック作ってる人が手に負えてないっていう可能性があるわけで、新しく変えたら、まあ、芝とかスタジアムの光とか、ライトとか全部、それ用に書き換えなきゃいけないんだけど、まあ、それがね、時間がなかったりとかなのか、スキルがなのかわかんないけど、芝だけ結構汚いなっていうのが E3 で、FIFA をやった人の感想であったみたい。だからグラフィックは、まあ、今作もウイレなのかなっていう感じはするけど、でも結局ライセンス取れてねえからなっていうのはあるよね。顔が似てても、ライセンスとか名前がね違ったらもうやる気が出ないって人もいるだろうし、まあ俺は結構あんま気にしないんだけど、その辺はネイマールはネイマールだとか、まあネイマールは取れてるからいいんだけど、まあね、リバプールとかその辺のな、リガルースだっけ、まあ全然違う名前でやるっていうのにやっぱちょっと違和感があるよとか、まあだからライセンスがね大事だっていうのは気持ちもわかるんだけど、まあコナミさんがどういう風に考えてるかわかりませんが、
まあ、皆さんのね意見、 FIFA に移るよ、ウイレ残るよ、理由をね書いていただきたいと思います。どっちでもいいよとか、そういう意見でも何でもいいんでね、とにかく意見が聞きたい、そういう動画でございました。だからそれをね、それによって、ちゃまくん、来年は FIFA にするのかウイレにするのか、まあどっちもするのか、いろいろ考えていきたいと思っております。まあ、で今日試しにね FIFA16 かの、ワンマン、ワンマンじゃない、なんていうの、ワンオン1対1、今まではプロクラブしかやってなかったんだけど、1対1ちょこちょこやってみて、まだ多分ね10試合ぐらいしかやってないんだけど、まあ慣れたら楽しくなりそうではあるね。うん、まあだから FIFA もただ面白いらしいんだけど、ただあのゲームの開発のなんかすごい有名な人に、有名な人じゃない、なんか長い歴の人に聞いたら、そのウイレと FIFA で、まあその人の予想なんだけど、プレステ4とか、まあ、プレステ3とかディスクがあるでしょ、で容量っていうのはもう決まってるわけ、もうそのディスクはこれだけしか入りませんみたいな、でアップデートでも入れれるんだけど、まあ、だその辺でウイレっていうのはもうディスクパンパン入ってて、で FIFA もディスクがパンパン入ってるはずなんだけど、ディスク、FIFA の方が選手の、収録人数、クラブの収録人数が多いから、そのデータが多いはずだと。ただウイレはその収録人数が FIFA より少ないのにデータがパンパンってことは何なんだろうって考えた時に、モーションが多分ウイレの方が多いっていう風に言われてましたね。動きのモーションで、動きのモーションっていうのはどういうことですかっていうのは、まあ、すごいね、ざっくり言うとシュートのモーションとかシュートの蹴り方みたいなのは一緒なんだけど、それまでの動きみたいなのがウイレの方が多いらしいみたいな。例えばウイレがグーチョキパー、攻撃がグーチョキパーっていう3つのモーションがあるとしたら、 FIFA はグーチョキパーとなんかこんなやつとかこんなやつとか入ってるんだけど、そのグーを出すまでのモーション、体の動きとか肩の動きとか足の動きっていうのが細かく違ってると。なんかテンション上がってる時のグーだ、同じグーでもこうじゃんけんグーっていうのと、じゃんけんグーっていうその体勢によって、なんかこう体の動きとかが複数入ってるから、なんて言うんだろう、容量がね多くなってるんじゃないかっていう風に言われてましたね。で FIFA に関しては逆に、でもそれはすごいと、このじゃんけんの体はそんなに入ってないんだけど、なんかこう結局できてるってことは、そのアイデアが、開発としてのアイデアがあるんだろうなっていう風に言ってましたね。ただ僕としてはそれ、まあ僕は開発の側の意見は結構どうでもいいんで、いや見た目というか滑らかさとかスムーズさ、動きのスムーズさっていうのがウイレの方がやっぱあるから、そのつなぎ目がね、その結構丁寧に作られてるような気がするから、動きは綺麗な気がするって。俺 FIFA やっててちょっと動きキモいなって思う時があるから、その辺なのかなと思いますけど、まあその どう皆さんがねこう考慮するか。ただ FIFA の方は確実にライセンスとかで今後、どんどんやっていくと、人を取っていくっていうか、お金をかけてねライセンスを取っていって、それを売りにしていくだろうと。でウイレに関してはゲームの内容、動き方とかやってて気持ちいいとか分かんないけど、まあやってて楽しいとかそういうところで勝負するしかないのか、まあどうなんだろうね。ただウイレに関してもライセンスに金がないってことはないと思うんだよね。その FIFA と同じくらいライセンス取れとは言わないけど、もっと取れるとは思うんだけど、多分そんなにライセンスっているみたいなことなのかもしれないね。そのコナミっていう会社がどうなのかは分かりませんが、まあだからライセンスを取るんだったら今のところ FIFA、 ゲームの楽しさだったらもしかしたらウイレなのかもしれないね。2年連続なんか忘れちゃったけど、ゲームのいい賞、ベストスポーツゲーム賞みたいなのを FIFA を抑えてウイレは取ってますんで、まあその辺はウイレなのかなと今のところ思います。ただまあ僕がね、なんか何回も言ってるけど、まあ面白いゲームをやるのはそうなんだけど、誰とやるかっていうのが大事で、今ウイレで有名になってる人たちとが、ウイレから動かないのであれば、僕はもう結局ウイレをやっちゃうだろうなと。あの人たちとこう競い合いたいっていうのがあるからね。で FIFA はまあレートとかもね早く入れてほしいと思います。レートとかランキングとかで、まあ誰が強いっていうのを分かりやすくする。あとは日本のサーバーを入れると。で日本サーバーあんのかな、今俺詳しく分かんないんだけど、まあ、とにかくね海外の人とマッチングしちゃって、途中でね切断されたりとか、
まあ、切断されるのはまだいいんだけど、単純にかこのあっち海外の人からしたら、いくら俺がいい回線やってても、もう距離が遠いから重く、あのクソ回線みたいな扱いになっちゃって、で勝ってても負けちゃったり、切断されて負けちゃったりとかもあるんで、引き分けとかでもね。いや、それがどういう判断で勝ち負けになってるのか分かりませんけど、それだったらちょっとやる気なくしちゃうよなとは思ったんだけど、まあだからそういうのがないようにね、早く日本サーバー、まあでも日本サーバーを FIFA が、FIFA じゃない、EA が作ろうって思うためにはね、人口が増えなきゃ、多分ね、その日本に例えば1000人しかいないのに、わざわざお金払ってサーバー作ろうとは思わないよね。そういうの考えると、やっぱ FIFA にみんなでドバッと移行するっていうのもありなのかな。ただまあウィニングイレブンがね、やる気を見せてくれないのであれば、まあ、やる気は見せてくれてると思うんだけど、まあいろいろね、大人の事情とかいろいろあるんだろうし、お金の問題とかもあるんだろうし、なんとも言えませんけども、僕らね、あの消費者はやっぱみんなで楽しくいいゲーム、面白いゲームをやるのが目的ですからね。やっぱウイイレが大好きっていうのは、まあ僕もそうなんだけど、見てるみんなはね、ウイイレ好きだろうけど、いや楽しいゲームの方がいいっていう人もいるだろうし、まあそこはちょっと考えどころだと思うね。まあいろいろなんかもう固まら、まとまらない話をね、延々してるけども、結局は、まあ言いたいこといっぱいあるけど、まだ、FIFA にすんの？ウイイレにすんの？どっちもなの？っていうところをみんなに聞きたい。みんながやってるゲームで、やっぱり、ね、いや、ちゃまくん、俺 FIFA やるけど、ちゃまくんウイイレやってていいよっていうふうに言う人もいるかもしんないけど、いや、俺みんなとやりたいなっていうのもあるから、まあ、俺はやりますっていう話。俺はどっち、何をやりますっていう意見と、ちゃまは何をやれっていう意見が、説明付きで、こういうところが FIFA の方がいいから FIFA に行く。逆に、こういう時がウイイレいいからウイイレ行くとか、意見があると思うんで、ぜひぜひ聞かせてください。ということで、まあいろいろ話しましたけどね、長々と結局は、まあ最初に言ったそこのコメント、皆さんの意見が聞きたいという動画でした。ぜひぜひ、真剣にね、考えてみていただけると嬉しいです。まあウイイレをね、応援したいっていう気持ちが、あ、気持ちというかコメント、それでも俺はウイイレやるよっていう人がいっぱいいたらすごく嬉しいんですけど、まあね、流れには逆らえませんので、僕らはね、あの消費者でしかありませんから、まあそのね、上の意向というか世の中の流れにはね、逆らえない、そういうところがある。頑張りたいけどな、そこはウイイレを促進したいけどな、やっぱりこう賢くやっていって、まあいろいろ選択肢あると思うんだよね。最終的にウイイレ勝たせるために、一回 FIFA に移行して、おー、チャマ君ってやつおもろいなーってなって、やっぱウイイレ行くわー、あー、チャマ君ウイイレ行ったから俺もウイイレ行こうとか、まあいろいろやり方あると思うんですけど、みんながどう思ってるかを聞きたい。コメントお待ちしております。パー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。